ロベール・アントワーヌ・パンションは、フランスの画家である。ポスト印象派の画家の一人で、フランス西部の都市、ルーアンを拠点に活動した画家のグループ、ルーアン派の一人である。ノルマンディ、ー・セーヌ・マリティーム県のルーアンで生まれた。父親は、師匠で、著述家であり、作家の儀、ドモーパスさんらと親しい人物であった。文化的な人々の中で育ち、油絵の道具を与えられて、 12歳で独学例を描き始め、14歳の時に描いた絵は、有名な画家たちが展覧会を開くホテルのすぐ近くの写真展に飾られた。1900年に、ルーアンの雑誌に、美術評論家のデューボスクが14歳の少年の作品についての記事を書いた。17歳の頃には、美術は移行化に伴われて、当時の有名な画家、アルベールルブールやカミーユ・ピサロ、 クロード・モネに紹介された。ルーアンの高校に進み、この高校では、ルーアンの美術学校の教授となる、ザカリーから絵を学び、後に画家になるマルセル・デューシャンとピエール・デューモンと、クラスメイトになった。ルーアン派の中心的な存在とされるジョゼフ・デュラトルが1895年に、開いた自由学校に参加し、若い芸術家たちと交流した。 1905年に最初の古典を開いた。1907年にピエール・デューモンと30人会を設立した。このグループにはアンドレ・ドラン、ラウル・デューフィ、アンディ・マティス、モーリス・ド・ブラマンクといった画家も参加した。第一次世界大戦に動員され、マルヌの戦いで負傷し、ベルダンの戦いで捕虜になるが、は、ライプツヒの近くの収容所から脱走し、 スイスとイタリアを経由して、1918年末にルーアンに戻った。1931年にフランス芸術家協会の会員となり、1932年にルーアンの科学芸術アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。